人の内側は揺れている、いつも風が吹いてるから、窓を開けないように動いてはダメ、じっとして人の内側は寂しいね、誰も訪ねて来ないから、誰かに気づいてほしいのに。膝を抱えてじっとして、人の内側は壊れやすい、とても美しいものだから、音を立てないように息を殺して、そっとして、人の内側は見えないね、とても暗いとこだから、誰にも見つからないように。まぶたを閉じて、そっとして。